定型部にキュンキュンありません、いれません。え、マジ早くな今日のお風呂。え、みおまるさんの定型文どんなのなんだろう。跳ねてるんですけど、なにこれ、やだ、なんかいるここに。ね、めっちゃ早いね、早く寝るつもりはない。200回目だ。え、待って、こんな多いの。結婚していいよ、結婚してあげます。課題はまだ触ってません、課題まだ触ってません。自分のやつやばい。新しい出来もしたけど、そんな、え、なんで押していいじゃん。押していいじゃないですか。え、かきれなが一番可愛い、残しとけばよかった。え、前までの定型文そうだったよね、なんか一番なんちゃらみたいな。そうだよ、髪の毛乾いてるんですよ、お風呂上がりの私。髪の毛がちゃんと乾いてます。はい、このアホ毛どこ行った、もう消え去った、ここら辺に行った。寝るつもりない、え、寝れないもん、多分寝れないんだもん、多分寝れないです。あ、メール来た、あ、サイリウム。課題は期日前日、期日ないんだよね。ないんですよ、通信なんで。え、マジ、おやすみメール来た、読んでね、早いよね、ごめんね、早く送りすぎちゃった。かきれなガチ勢、ガチ勢だったんだ。悲しんでるってことは。そう、寝る準備、あ、コアラのマーチ忘れてた。え、開けていい、開けていい、開けていい。おい、200回おめでとう、ありがとう、おめでとうというかありがとうだね。髪乾かすのは15分とかかな。タコ。ちゃんと食べました。前髪長すぎて、え、てかね、最近さ、前髪伸ばしてるんですけど、前髪の量が減ったと思いませんか。減らしたんだよね、減らしてないんだけど、なんか減らし、へ、なんか横に避けてたら目に入るの嫌で、ここの前髪さんたちが別にここにあったんだけど、いつもはあったんですけど、なんか邪魔で、ま、横に避けてたら少なくなった、真ん中が。でももともと加入の時これぐらいだったんだよね、高校の時もずっと前髪こんなんだった、めっちゃ少なかった。課題やらない。今日課題やってみようかな、初めて。じゃあ、メール来た。え、でもなんか学年進級、進学するのに何単位必要とかだと思う。だから進級するまでの期日はある、それに4単位とか。でも卒業単位はちゃんと取らないとダメだから、結局しないとダメっていう。みんなが新メール来てるから、なんで早く送ったら送ったでみんな寝ちゃうみたいな。ギリギリまで言ってくれないし。そう、前髪減ってるでしょ、気づいてた。いや、抜けた、減ってきたっておかしいでしょ。減らないわね。課題触ってみようかと思ってる、いよいよ。いや、そこ、ま、明日が仕事でもう寝ます、おやすみ、ありがとう、いつも頑張って、ありがとう。
ありがとうね、頑張ってね明日も。じゃあコアラのマーチ持ってきていい？持ってこない方がいいよね。だってこれでさ、レナが入ったらまあいいとして、レナが入ってなかったら開けてどうやって保存するかなんだよね。あ、お花だるま嫌がらせだるまです涙袋癖ちゃうわって、注入しとこう。送ったってことはこのまま12時まで、わかんない、終わるかも早く。開けたらどうやって保存しよう。多分いらない、今一個もいらない気持ちなんだよね。あ、そっか、ジップロックいいね。冷凍すんの？コアラの街持ってきていいじゃん。そのまま開けててじゃないわ、配信してていい、すぐ帰って。ジップロックある、ジップロックやるわ。じゃん、キュンキュンラブリーやってるの今。お花配信してる今。開封して出てきたエスケインメニューはきつすみません、一行に全てをすすぎ込むのではないのか。どういうことどういうこと、何それ、何それ、どういうこと。あ、待って、花始まったんだけど、花配信始めた、花の配信始まりました。レナが予言しました、予言したら始まった、予言したら始まりました。いいよ、じゃあ撮っとくよっかな。あ、先生こんばんは。あれ、これ先生だよね。先生先生可愛すぎますよね。ジップロック配信、冷蔵しておけば、あ、冷蔵入れた方がいいのかな。ねえみんなやめてよ、取りに行ってきますね。じゃあちゃんと、賞味期限とかないよね、さすがに、さすがに賞味期限とかないよね、さすがに。じゃーん、じゃーん、あるんだ賞味期限。あるんだけど普通に、あ、でもなんか2025年2月だ、だから大丈夫です。足見えてた？嘘、見えないように言ったんだけど、最悪、みんな喜んじゃう、みんな喜んじゃう、俺の足で。マーチくんって言うんだ、これコアラのマーチくんなんだ。へえ、出るかなはーとか言ってるんだけど、死んだサービスしちゃったよ、サービス、サービス喜びます喜んでるくせに。ちゃんとズボン履いてますのでね。なにこれ、取れないはぁ、わーい、ゲット、あ、え、ゲットしました。コアラさん、コアラさん兄弟、あ、4兄弟だ。マーチくんとワルツちゃんとミレドちゃんとドレミくんですって。え、そんないたんだ4体いました、4体。風呂屋で見る少年みたいだった、いやマジそれな、やばいよね、本当にやばい、もう本当にやばいと思う。普通に、なんか今日はパジャマを洗濯するんですけど、まだ乾いてなくて、お風呂に先に入っちゃったから、あれを、まあ、乾かす前にね、で乾いてなくて、これ何ティッシュに出したらいいか、みんなティッシュに出してるよね、ファンの人たちが買ったコアラのマーチ。じゃあティッシュに出します、ティッシュに出しますね、ティッシュに。小5男子の格好すぎてやばいよね、本当にそれはもうマジで本当にそれな。あ、今日ね、お風呂入る前に、洗剤
お風呂で使うシャンプーとトリートメントとかを補充しました。開封。え、かわいい。無理、これさ一気に出さない方がいいよね。でも食べれないから。あ、じゃあ一個ずつ出して出して出していけばいいの。え、待って、あ、え、待って、筋肉出たんだけどえ、これってさ、あの名前バージョンとかじゃなくて、あれなの、どっちも出るんだ。短パン見えるならワンピースにならんくない。え、短パン見えないよ。短パン見えないね。苗字とか一緒なんだね。パワー、一人目のマーチくんはパワーえ、ちょっと待ってもうパワー、パワーの次ユアなんだけど。え、やばくない、やばくない、やばくない、やばい、おもろすぎて無理。やばいね、来た。ちょ、ユアニャンに後で LINE 送ります。あ、スクショして誰か伝えといて。先に配信してるっけ、ユア。はい、いいですか、できました。いや別に配信スクショいらないわええ、待って、こういう系もあるんだえ、レナって絶対出ない気がする。パットくんマーチのパットくんでした。やばい、やばい、次強そう、次強そう、強いやつ来ました強いやつ来た。見える、これ強いやつ。頑張ってください。あ、やった。ユアスケハッシュタグつけて入れる場所なのでできません。え、待って、面白い、ちょっと笑しちゃったかも、レナが嫌いな配信企画みたいなことやってる。大野来た。あんまりわかんないね、面白いやつだけやるね面白いやつだけ、面白いのと、あれだけします。これお友達に言いました。友達に言った。あ、それ言わない方がいいのか、あんまり言わない方がいい、わかんないけど。やばい、え、行くよ行くよ行くよ。え、先生見てるかな、え、先生見てるかな、まだ。ちょ、コンビネーション行っていい、コンビネーション行っていい、今から面白い、見てください、じゃーん先生見てた先生が好きなジムまさかの先生の名前かと思ったら違うただのジムパワーとジムですはい、筋肉鍛えてる人にジムはね、結構刺さるマーチくんだと思います多分先生に刺さってる今きっとパワーだっておもろいおもろいですねでもなんか男の子の名前が多いかも。え、待って、ねえ、これさ、いちごの方、え、待って、男の子の名前しか出ないんだけどやばい、待って、かぶったパットくんかぶった、やだパットかぶった、待って、待って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 、来た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 、何が来たと思う。ワルツちゃん、ワルツちゃん来た、本家来た、コアラのマーチの本家来ました、本家、ワルツちゃん出た、ワルツちゃん、ほらワルツちゃん出ました。もうちょっとしかないや、あと、なんか、あ、でも友達とかにいた気がする。
あー、ミュージとか、ねえ無理、あと3匹し4匹しかいない。いない、なんか男の子の名前ばっかりだね。これ選べ、いちごの方がさ友達いた。え待って、惜しくない？惜しい、惜しいですね。はい、惜しいです。ねえ無理、あと1匹なんだけど、あと1匹。ねえいない、パットくん、なんで2匹も出たの？じゃあパットくんかぶってるからパットくん食べたいと思います。なんか一時期さ、でも今回の優勝3匹いくわ、ちょっとじゃあ、結構いい、いい人いるね。え待って、どっか行っちゃった。ん、うん、これとあと誰にしよっかな。やっぱパワーいるよね、パワー。1位、あ1位は、1位はこれ、ゆわ、ゆわにゃ、ゆわにゃで、ゆわにゃで、2位がジム。ジムです。先生が好きなジムで、3位がパワーパワーです。パワー、以上、以上3匹の収穫でした。ね、これどうしたらいいんですか。え、これさ普通にあんまりさ腐らない、そのままジップロック入れて、そのまま冷蔵庫入れなくても腐らないよね多分。そんなに、え腐っちゃうかな、最近あったかくなってきたから腐るかな、腐んない、大丈夫、ちゃんと手拭きます。めっちゃ粉、大丈夫？あ、冷蔵庫入れといた方がいいの？やっぱ、あ、入れといた方がいいんだ。え、じゃあ入れとこう。はい、収穫。え、でもやっとなんかずっと開けようと思ってて、配信でね、みんなと開封しようってずっと思ってたんだけど全然できなくて、だからやっとできてよかったです。めっちゃ前に買ったこれ、もうなんかめっちゃ前、本当にめっちゃ前、1ヶ月ぐらい前かも。冷蔵庫を入れとくわ、じゃあジップロック入れて、いやにゃん食べます、いやにゃん記念に置いとくわ。でもいつか食べるんだよね、いわも、いわにとりあえず写真送って送る、あ写真撮って送る。冷蔵庫に入れて硬くなんないかな、大丈夫かクッキーだから。よく変なこと言ってるんですか、言ってないよ、何言われるもの言ってないし。ジャマに買った、あ明日ぐらいにちゃんと食べるなら常温でもいい、あそういうこと、明日もうちょっと置いてたらあんまり良くないか。いや出る前に7袋かかりました。え、マジ、コアラの町に開けないまま、ねコアラの町ってね、なんか置いちゃうよね。でもなんか一時期コアラの町のこのいちごにめっちゃハマって、あの地元だったら、地元っていうか兵庫だったら、あのよくスーパーに買い物行くんだよね。タコありがとう。よくスーパーに買い物行くんですよ。なんだけどその時にずっと、そのハマってた時はコアラの町を毎日買ってた、2日に1回ぐらい。持ったから言い直した。ねえ誰かレナ出してくれ。でもレナのこと出してくれてた人は何人かいました。賞味期限2025年だって。ドーナツ2個できるなん、
そんなこと言ってないよ。ドーナツ食べ放題行きたいもん。何個でも食べれる。ドーナツなら、ドーナツとポテトなら何個でも食べれる。凍らしても氷になっちゃうじゃん。でも案外ならないんだよね、こういうのって。1箱目で言われて、言われて高いね。で、今週会えますね。やったねーだね。チョコ返しに幸せ。確かに。開けてみて、開けてみて。レナ、出しすぐ食べたらいい。確かに。確かに食べるか問題になってくるよね、それ。まあ食べるよね、そら。食べ物だから。カラマチ家にあるよ。お、じゃあレナが出るか。タコありがとう。揚げてるからゼロカロリー。あ、ドーナツ。え、マジドーナツ2個ぐらい。いや待って、さっきのタコめっちゃ綺麗に食べた気がする。え、マジで、ドーナツは本当に一生食べれるよね。一生食べれます。ドーナツはマジで一生食べれる。一生とか何個でも食べれる気がする。え、なんか今日あざ見つけたんだよね、お風呂入ってた時。あ、そうだ、オスグッドのとこにちょうどあざができてました。え、あとね、オスグッドにあざがあると思って、反対の膝さすがにって思ったらあざがあった。しかもオスグッドじゃない、あの上の方、なんかしゃがんでガンってなるやつのところじゃなくて、なんかガンってなるところの上だから、いた。押したら痛い。まだオスグッドのあざは痛くない。そう、あざできててやばーって思いました。みずじゅん、じゅんこも食べたの。え、幸せだね。いいね。くじと同じ甘いの。そうでない。あーふんふんふん。職業が許しませんな。あー、そういうこと。ドーナツ一生食べれないってこと。あ、いっぱい食べれないってこと。ポケモンパン。保育園の時食べてたわ。保育園の時食べてました。え、マジ毎日ドーナツでも大丈夫？何したん？え、何もしてない。分からへん。なんか気づいたらあざになってました。一個で十分って人もおるような。ね、いつの間にか膝にあざってできるような。まあ、どっかでぶつけとんやと思うけど。味噌ドーナツのおすすめは何？え、全部。全部。抹茶とか今だったら。膝蹴りの練習ではしたん違って、なんか普段から膝蹴りの練習してる人みたいになっちゃうやん。してませんから、そんな。一生食べれるで、マジで。2個以上はさすがに食べれる。さすがにな。レナだった。え、惜しい惜しい。え、待って、惜しすぎるそれは。手紙ありがとう。手紙ありがとう。声死んだ。あ、大食いならオールドファッション系はね、ちょっと1個でお腹いっぱいになっちゃうね。結婚していいよ。仕方がないから結婚してあげます。え、待って、雨降ってるんだけど。だから結婚してあげるよ。ダンス食べ放題行っても、かきれな大食いではないのでって言ってた。いや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 、ゆあも大食いじゃないじゃん。大食いじゃないじゃん。でもなんかレナってあんまり食べれないんだなってついこの間に思った。なんかこの間スイパラ行ったって言ったじゃん。あの時に、え、めっちゃ、え、もう朝から何にも食べてない日だったのね。本当に何も食べてなくて、水しか飲めないみたいな。本当にご飯は何も食べてなくて、めっちゃお腹減ってる時に行ったのね。だからスイパラなんだけど、結構しいよ。スイパラなんだけど、だけど、そう、なんか、スイパラなんだけど、ね、わかる？あの、お腹減ってたから、ちゃんとサラダとかも食べたし、なんかスイーツを先に食べなかったのね。お腹が減りすぎ。みんなね。みんな。なんだけどさ、なんか、で、まあまあ普通に食べ終わって、で、お腹いっぱいってなって、で、レナがなんか、誰が一番食べたんやろうな、みたいな。言ったら、なんか、その、ココハと、ココミとユア、え、が、
なんかパスタとカレーを取りに行ったんですよね。最初に食べてでケーキとかもちゃんと食べてでもうちょっと無理やってなって、そしたらなんかみんな他の3人が多分食べてる量は多分ほんまにそんな多くないかな、分からへんけどでそしたらなんかカレーとパスタを取ってきたわけですよね、その3人が。でレナもなんかちょっとお腹いっぱいやったねんけど、そうなんかでもレナはまだパスタが残っとってんな、だからなんかレナも取りに行くみたいな、ほんまはちょっとほんま食べられへんけど取りに行くみたいな言ったら、なんかあんたは食べれないだろみたいな、なんかみんなにめっちゃ冷たくされてでなんか誰が一番食べたんやろなみたいな、レナが言ったらなんかまあとりあえずレナは違うしみたいな一番最初にとりあえずレナは最下位とか言われてさ、めっちゃ悔しくて目の前のポテトをたくさん食べたけど、えマジめっちゃね、あの冷たくされて、なんかあのちょっとしか食べてないよねみたいな、レナは違うよねみたいな、なんかだったらいいじゃん、だけどなんか3人揃ってとりあえずレナはあの全然食べてないからみたいな言われてさ、いやポテト食べたしみたいな、食べたしって感じでした。でも本当にめっちゃ美味しかったの、多分ご飯食べてなかったのもあるんだけど美味しくて、でなんかでもなんかもう口は食べたいの、美味しいから口は食べたいんだけど口は食べたいんだけど、なんかあのお腹がいっぱいになっちゃうんだよね。だからなんかあの最近聞いた話によるとなんか頭いい人みたいな喋り方最近なんか聞いた話によると、その大食いとかの人は普段から水をめっちゃ飲んで胃袋をでっかくするらしいので、大食いの日にそう胃袋が大きいからなんか食べるらしい。でもなんかそれってなんかそうなんだって思ったことが一つあってね、なんか前に間違った、なんかダイエットしようって前に決めた時に、なんかダイエットをする前はめっちゃね、まあ、普通に食べてて、でダイエットしてご飯食べようって思う、もうダイエットやめたってなってご飯食べようって思ったら全然お腹に入らなくてビビっただからなんか行ってなんかちっちゃくなったり大きくなったりするんだみたいな、あちっちゃくなるかどうか、えケーキ食べてもめっちゃ美味しかった、そう歯ぶれなされた、やばいよね、たくさん食べたのにポテトもちゃんと食べたでもなんか普通にね食べた、ちゃんと食べましたよ私も。なんだけどそうみんなにね、あとりあえずレナは違うからみたいなその時だけ3人の仲間マジでねめっちゃおもろかったよ。でなんか3人がまだ食べてたんだけど、もうレナその時寝てなかったから、ほぼだからもう隣で爆睡してました、3人が食べてる横で美味しかったわ、セットのが来たおかやごめん、6月20日初めまして行きますよ、えありがとう、えそうなんだ、ありがとう。6月22日っていつだっけ幕張か名古屋かだけど楽しもうね、可愛いです。えそうなんか水飲んだらめっちゃあれらしいよ、大食いの人ってめっちゃ水飲んでるらしい、だからレナもなんかたくさん水を飲もうって思って胃袋をでっかくするために、胃小さくする方法もあるの、えじゃあ今ダイエットだから胃小さくしないとか、胃小さくする方法教えてよ。でも食べなかったら胃ってちっちゃくなるんだよね多分、入院しててなんか退院した時にあのご飯食べれなくて、おかゆとかはなんか食べてるんだけど接触障害になりがけじゃん、いやそんなことないよ、普通にそんなことないよ普通にねもう健康すぎてダイエットレベルだから全然大丈夫だよどこ行ってもポテト食べる、どこでもよくね、違うスイーツもちゃんと食べたよ、あ限りのおやすみ寝るの寝るんだ、食べて満足しちゃ寝るとか違うよ、その時だけ眠かったの、その時眠かったんですよ。22時さん名古屋、あそうなんだ、名古屋なんだ、
じゃあ名古屋で楽しみ待ってます。たくさん食べれるようにしちゃダメだよね。でもたくさん食べれるようになりたいんだよね。でも太っちゃうよね、そうなったら。そうなったらダイエットとか言えなくなっちゃうよね。どうしよう、どうしようね。ダイエットもしたいけど胃袋もでっかくして食べたいもん。もう好きなだけ食べたい。とりあえずミスドの食べ放題行きたいのに、なんか誰も誘ってくれない。自分から誘えばいいのか自分から誘えばいいんですよね。自分から誘えばいいんだよね。食べ放題見てないってユアが言ってるのねえ、やだ。でもユアと一緒ぐらいだよ食べたの多分。ユアに聞いてみてよ、スイパラの時。わかんないけど多分一緒ぐらいだと思う多分いやみんなそんな変わんないよ。レナもだって普通に食べてたし、みんなと一緒ぐらい食べたもん。朝食になると食品が目に見えて昼。へえそうなんだ。一人だったらね、普通に食べても太らない人。えいいよね本当に。それなめっちゃいいよね。部屋の食べ放題行っても元は取れないね、元ね元ね取りたいよね。え、ミスドは元取りたいよ。何個食べたら取れるんだろうね元。うん、集中できなかった、ね、みんなすごいよね。なんか何人も見ててたくさん。そうなんだよ、なんか食べるの遅いからなんか胃が縮むみたいな。なんか食べ出して時間が経ったらもうなんか胃が閉じてくるみたいな話も聞いたことあって、だからそれからは急いで食べようって思うんだけど、急いでるんだけど胃が閉じるのも早いんだよね。わかんないね。ココミとデートする、とりあえずココミとデートします。仕事早く話したい。新メニュー挑戦して失敗だったらと思うとかわいそう。え、そうなんだよ本当に。そうなんだよ。え、マジそれ、え、それ、そう、挑戦できない。食べ物に挑戦できないんですよね。食べる量がね、なんか普通よりちょっと少ないぐらいだったら決して食べる量少ないとは言わない。普通よりもちょっとだけ少ないぐらいだったらね。そうなんだよ、新作とかさ挑戦できないっていう。え、マジそれ、え、マジ大共感すぎるそれ。誕生日前最後の食事が餃子になっちゃった。え、いいじゃん、美味しいじゃん、お揃いだからいいじゃん。明日だよ問題は。明日何食べるかあ、ティー来た、ティー。はい、綺麗で面白いお姉さんです、よくご存知で。ドアンス2個でお腹いっぱいだと嫌に言ってました。違います、薄いじドーナツ苦手なんですよ。そうそうそう、苦手、もつ取れん。2個で死ねんの。いやもうユアめっちゃ言ってるやん、レナのことを今頃。なんかかね、レナマジで食べれないって言ってるね。どうせあんま変わんないのに。でもえ、めっちゃ聞いたユアのあのめっちゃいい話言っていい？いい話っていうか、ね、個人的になんですけど、私が思ったなんか、え、とりあえずちょっとコメント上にやっていい？コメント上に読みますね。じゃあ、目でちゃんと読んでるんで。はい、読んでないと思わないか、ちゃんと読んでますから。読みまして、上にちょっといきますね。はい。え、告白したんだ。克服したんだね。あと1時間。あ、でね、はい、言いますね。あのね、なんかあのその劇場に行く時に、あのこの間の制服の目公演で、でなんかあのもう車でタクシー劇場に向かっていたんですよね。そしたらなんかユアとココミとレナだったので、なんかココミさん、ユア、レナだったの、後ろの席がね。でね、でねあのまあなんかあの普通になんかまああの今日大丈夫かなみたいな、ちょっとレナがあのちょっとなんか下げーってなってたんですよね今日大丈夫かなみたいな
で、なんか独り言で、まあ、言ってたんだよね。なんかあー大丈夫かなみたいな一人で言ってたら、そしたらもうなんかいろいろね、レナがちょっと3言葉ぐらいね、つぶやいたの。はあ、ないないですし、ないないですし、ないないんだわみたいな言ったら、それ全部になんかイワがうんうんうんって全部なんか横でなんか、もうレナが逆だったらもうなんか頑張れよそれぐらい大丈夫だってみたいな言っちゃうのに、なんかイワはなんかレナが、はあ、ほんとないないだしみたいな、もう間違っちゃうしとか言ったら、うんうんって横で聞いてくれてて、なんか最初はね、なんか普通に人の話を聞いてなんかうんうんみたいなって感じで、あんまり違和感なくうんうんぐらいで言ってくれると思って言ってくれてて、でもなんかレナが3言葉3セリフ目を言った時になんかうんって、まあ普通に3言葉目もうんってちゃんと言ってくれて、でね、その時になんかレナが気づいたんですよ。なんか待ってみたい なんかこんなにマイナスなこと言っちゃってるし、なんかもうレナって最悪なやつなのに、なんか横でなんか全部うんって言ってくれるユアが優しすぎて、もうなんかねえユア本当にありがとうみたいな、もうこんなに最悪なやつなのに全部うんって言ってくれて、もうこんな同期がいて本当に嬉しいみたいな車の中でえ、めっちゃ優しくないめっちゃ優しすぎてさ、なんか個人的になんか例えばなんかポロって言っちゃって、なんか大丈夫だよ、ないないだよみたいなって言われるより、なんかうんうんってなんか聞いてくれる方がなんかその時にいいなって思って、そうもう言いましたね。ちょっとなんかもう照れくさいとか置いといて、もうなんかえ本当にありがとうみたいな、本当になんかさっき全部うんって言ってくれてありがとうみたいなもうユアが同期にいてよかったよみたいな言いましたね。はいっていう、やばいよね、優しすぎて、もう本当にやばいかったです。優しすぎてっていうか、もうなんか優しいっていうか、なんかもう嬉しくて、それが本当に嬉しくてはいっていうね話です。そうえマジでね優しい本当に。あきれなお姉さん禁止なの、なんであ、うんうんって聞いてくれてる聞いてくれてます。うん、マジなんか聞いてくれてて、そう嬉しかったですね。はい、伝えといてください。伝えといてとか、レナもちゃんと伝えたんだけどね、その場ですぐにちゃんとね、ありがとうございますって感じですよね。本当に優しいんですよ。いや、なんか同期本当にみんななんかレナの面白くないこともなんかマイナスなこともなんかどんなことにも拾ってくれて、ありがたいですよねそれにありがとう言える違うね、もうなんかありがとうって言っちゃうぐらいなんか心がこもってる運で、ちょっと言っちゃったね、ありがとうって。はい、ありがとうって言っちゃいました。同期愛ですね。いやー、ちょっと独り言言いに行こうぜ、うんうんって聞いてくれるよそう嬉しい、なんかそうなんですよ。いやいや、話したい、出たよ、恋と同期の呪け話みたい確かにいやマジでね、もうなんかマジレナに関しては本当にもう可愛いとかじゃないんですよね。可愛いとかもありがとうって言えるからいいやつ、そういうレベルじゃなくて、もうなんか根本的にレナが悪いのに、なんかそれをなんか多分ユアもなんか大丈夫だよみたいな言う時じゃないんだなって、ただ単に聞いてあげようだけの運だったんだよね、多分きっと。それが伝わって、その運がもう、あー日本語って難しいですよねやにゃにゃ、俺死にかマジで本当にね優しかったです、知らんけどマジでね、そうなんですよ、最高でしたね。あれはもうマジでなんかレナがマイナスな気分やった時やったのもあるし、なんか心にきました、あれの運は。
県みんな優愛の県取ってお礼しに行ってくれるやん。いただきます。逆かね。うんうん、なんかね。そうマジでほんまになんか心がこもってて。え、多分ここみも、あ、え、ここみって本に読めなかったの。あ、そう、ここみのあの時もさ、多分あれは多分でもなんかここみも全然気にしてないシーンやったねんけど、あれはほんまにもうレナはマジ多分もうほんまに一生心に残ると思う、あのここみのあの出来事は。あれはほんまにあのちょっとごめんねって感じでした。そう、え、そうやねんな、ユアと同い年やねんな、案外こう見えてっていう。いや、なんか自分の部屋みたいなんだよね、だる。そう、こういうねエピソードたくさんあるんで、はい、確かにこの子押してあげてみたいな。レナがおすすめしてるみたいな。予想して言うねんの気持ち持ってる。あ、この話を予想してってことは、そういうことね、それありやな。不気味な件で言うねんねん。やば、違法しようとしとルール違反や。うん、ここみやほほ笑みながら黙って聞いてくれてました。はい、やっぱり泉にご挨拶行かなきゃ。ご挨拶。近所の人みたいな。ここみとゆにゃんはかけの薬箱やな。いやマジで結構ほんまにそれはある、マジでそれはある、あるね。あと、あのこれ言っていいか分からんけど、ちょっとユアに怒られそうやねんけど、ユアが泣いてる姿がめっちゃ可愛くて。めっちゃほんまにさ、マジでまだ跳ねてるな、なんか、まあ、いっか。え、マジでもう可愛すぎて、ユアニャンのいいとこ教えてくれたから、かけらにも嬉しい。ありがとう。よかったよかった。どいつも JK にしか見えん、もうこの間まで一応 JK やからな。はい。でユアニャンの画像送って、ねえレナは。レナは、うん、確かにレナは無言でマジでうんうんとか言えへんねんな、ほんまにそういうのって。そうなんですよ、押し増し制度。え、ねえ怖い、そういう制度やだ。やだ、そういう制度は嫌ですね。怖いよ。今日泣いてるさんとか可愛くないから。うざ、なんか笑ってるしめっちゃ。泣いたことないけど、え、マジであのめっちゃ可愛いんですよ。めっちゃ可愛くて、そう、めっちゃ可愛い、可愛い、可愛いんですよ。泣いてる理由とかもなんかもうなんか可愛いんだよね。可愛いんだよね。可愛いんですよね。もうこの定型文あれだね、ちょっとユア専用にしようかな、可愛すぎん定型文。ユアだわこれは、本当に可愛いんですよ。そう、お花もね、もう俺な、人のこと泣かせすぎてやばいよね、助けてもらってるのに、レナは。大丈夫やって、うやや。いや、え、どう、うん、確かにちょっと大丈夫やってみたいな感じかもな。泣いてた、あきれな、どうしたの。あ、ユアが泣いてる時ってこと。いや、もうなんか可愛いな。まあまあまあ、いろいろね。まあでもさ、そう、なんかそういう理由ってさ、なんていうの、なんかアイドルが泣いちゃうってことは、でも理由がまあまあ言えないわけじゃないですか。だし、なんか所詮同期になんか言われても、まあ同期って友達じゃないから、そう、なんていうの、そう、なんかそういうね、その地元の友達とかとはまた関係性が違うわけじゃないですか。だから、まあそういう時、そういうなんかメンタルの時は。ね、まあ一番はもう早く家族の元に帰ってもらうことなので。はい。
だからちょっともうレナが引き止めちゃダメだなみたいなね。じゃあお花はちょっと引き止めちゃったんですけど花は帰る直前に引き止めちゃったっていう申し訳ないことをしてしまったりねえやばいね、泣かせる側なんだけどレナやばやばやばいねえ小悪魔です、悪魔すぎるわ、普通に悪魔すぎてない。えレナマジで優しくないよ、本当に優しくないからね。えもうなんかうんうんとか言えないもん、ユアみたいに。もうレナだったら大丈夫だってねえからとか言っちゃうから。そうだからそんなね、ちょっとユアちゃんほど優しくないっていう感じですね。ユアはマジで本当にね優しいんだよね本当に免許はできない、免許はされてるずっと免許はできないですね私、人のそう免許はさせできないね。いやそうだよ、大学の壁にそう人住まねえ、もう泣きたいよこっちもマジ泣きたい、大学嫌すぎて泣きたいわ話やめてよ、人の話ね聞けないからね聞けないんですよ。影の困ったり悩んだりしてなくても兵庫に帰ってるそう影のずっと兵庫に帰ってる。しゃべっちゃう、たくさんしゃべっちゃう存在偏見名台詞やん。そう、昼寝実はね、そうなんですよ。え、マジそれな、え、マジブータロー助けられてる、ブータローに助けた痛いでしょつけとこ、え怖い、見てうーちゃんに手形がある、初見さんを騙し入れるテクニック、やばい助けて、家にいるわお化けがお化けがいます、家に。ちょっとこうやってやっとこう、え、ちょっと怖くない、これやってこうやってやったらちょっと怖いよね。ちょっとこれぐらいだったら、これぐらいだったらめっちゃ怖くない、え怖いよね。だってさ、なんかミッションとかでさ、ポッてさ入ってさ、ポッて入ってこうやってあったらさ、なんかえこの子やばい、めっちゃ大丈夫怖いってなるよね、怖いよね。体調悪くなってきた、大丈夫、おやすみね、むちゃんにはどうつける手形つけたったぜ、たらはに。え、マジブーちゃんのこと食べてるもん、いつも耳とか。え、ブーちゃんの耳って本当に幸せな味がするんだよあと頭のここ、え、マジね、ブータローのここって本当に幸せな味がするんですよ。え、これガチこれガチこれガチです、お分かりいただきゃー。1ページも課題進めるって話してたで、やば、年下に負けてるね可愛いでしょブータローさん、シメはちょっと暗くした雰囲気出る確かにやばいね、めっちゃ怖いね、怖い。結婚していいよ、結婚してあげます、結婚して手形をつけてあげますよ。いやめっちゃね、あの可愛い味がするんですよ。え、これガチなんだよいやブーちゃん救いたいって、ブーちゃん喜んでるし、普通にやめて、なんか救いたいとかブーちゃんが嫌がってるみたいないやマジいやマジで、ね、実家実家、いや この耳食べてたらやばいでしょ。実家のね、ブータロンは頭と耳を食べますえ、マジ幸せな味する。え、もうこれ犬飼ってる人分かると思うんだけど、怪我しいよ、犬飼ったら食べちゃうけどえ、マジ、え、そう、犬とか猫とか飼ってる人分かると思う、本当に。
いやなんでみんな、いやいやいや待って待って待って、わかると思うんだけどこの気持ち結婚しててやな。えマジで、えわかんない、わかんない、待って待ってわかんない、肉のに犬のに肉の肉球犬の肉球は食べたことないです、美味しくないと思います、そんなポップコーンみたいな味はしないと思います、人によると思います、土の味するんじゃない、お散歩行ってるからってこと、怖っ、私は喜んでる、とても喜んでるよ、ブー太郎本当に食べたら、頭食べたら喜んでる、なかったけど食べたいと思ったことない、え、いやあるよあるよ、でも買ってたけど食べない、え、そうなんだよ、え、スーってマジでわかるマジわかるわシャーカーツレ、え、マジでそう、それマジそれマジそれマジそれなんだよマジでそれ、あ、うま、ありがとううまいですしょ、ブーちゃんと猫たちは、動物って美味しいんだよね、幸せな味です、そんなもん、いや分かんないか、動物飼ってる人分かると思うんだけど、頭のここですね、ここパクって、うー食べた早くブー太郎とリー太郎を食べたい、リー君も幸せです、リー君もめっちゃ幸せ、チャーちゃんとモーちゃんはなんか毛がよく抜けるんですよね、だからもうなんか顔とか毛だらけになって白書めっちゃ出ちゃったりするからちょっと、ね、食べれないっていう、え、肉球いい匂いする、嘘、昨日一緒に入った知り合い肉く、あ、ね、肉なんてそんないいもんじゃなかった、虫食ってるんだって引いてた、違う、それはさちょっと MC 時間がなかったから言えなかったんだけど、虫っていう か、 そのなんか虫が口に入っちゃうんだよね、そのなんか田舎の人あるあるだと思うんだけど、これも田舎の人だったら分かると思うんだけど、なんか普通に兵庫っていうか、あの普通に田んぼの近くとかを夏とかブー太郎の散歩とかとかなんかランニングとかであの走ってたらなんか喋ってることが多いんだけど、まあ、誰かといたらね、喋ってたらあの口とか目とかに気づいたら虫が入ってるんだよね、わかる、これ多分わかると思う、わかる人いると思うよ、普通にね、なんか喋ってたりしたら口に虫が入るっていう、もう最悪な気分ですよね、そうして幼少期は過ごしました肉球っていい匂いするんだねどうなんだろうね、猫の後頭部いいもの、いやマジマジやばいから、ほんと幸せだよ、離婚したから早く兵庫帰って、マジ兵庫帰りた、無理、動物飼いたい、てか動物飼おうと思うんだけどお母さんにめっちゃ反対される、今かけらちゃん食べたい、かけらさん食べてください、美味しいですよ、私も美味しいですよ、私はもう超幸せで可愛い味がします、マリくんだけはバリはもうなんか逃げ回っちゃって食べれないんだよね、温厚な性格じゃないからさ食べれないっていう、住みたいと食べたいだとだいぶ意味変わってくるな、いや食べたい気持ちはね山々なんですけど、ちょっとね食べれないじゃん、口に毛がいっぱい入っちゃうから、ポップコーンみたいな匂いしないよ絶対、猫かな、いや自転車も歩きももうなんか外にいたらね、こばわー、猫の耳とか幸せだよね、え、わかるよね、え、わかるよね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 、え、そう、セミとかねぶつかる、そうなんだよ、いや吐き出すよそら食べないわ食べないけど、え、わかるでしょ、え、そうそう、それを MC で言いたかったんですけど、もう時間ないから私変なやつって感じで、変なやつなんで普段から、別にまあそれぐらいだったら、まあ、勘違いされてもいいかなと思って、はいはいそうなんだよね、わかるよね、虫はね、
バリ君に逆に食べられそうです。バリね、噛むんだよ、ガブッと人のことガブッと噛むんですよ、ね、あの子。だから気づいたらあの血出てるとかよくあります。ねえ、虫本当に嫌だ。え、もう本当に嫌いすぎて、虫が。お疲れー。え、もう虫が本当に嫌いすぎて、虫が本当に嫌いすぎて本当に嫌なんだよね、本当に。いや、めちゃ虫できてないから心配したわ。こちらどう説明したよね、ちゃんと説明してよ。そうやってなんで私を守ってくれないの。推しメンでしょ、推しメンぐらい守ってっていう、嫌われそうなことを言うっていうね。バリ君には食べられても痛いよ、バリ噛むんだよ、痛い、普通にめっちゃ痛いよ、めっちゃ痛い。え、マジ虫嫌いだから、もう本当に、もう本当に嫌い、本当に嫌いですね。虫やばいです、虫になれないよ。田舎だから多いけど虫、本当にやばい。もうだって絶対もう今一人暮らしじゃん。え、マジでどうしようって思う。なんかもし虫が出たら、なんかもう蚊とかでも多分隣の家の人ピンポン押すわ、蚊が出たんで取ってくださいみたいな。え、マジで本当に無理だもん。あ、もーちゃんが好き。あ、押してないの。ごめん圧に負けました。マジね、あのめっちゃ思いっきり噛んでくるからガブーみたいな。え、そんな噛まないでよみたいな、そんな思いっきり噛まないでよみたいな。そうだよ、もうじきあいつ出るよ。え、てかあいつって多分一年中いるんだよね。ヤモリだったら大丈夫。家の中は嫌だよ、さすがに。家の外だったらね、なんかどっか行けみたいな感じで強気で行けるんだよね。ヤモリとかだったらまだわかんないけど強気で行けるけど、え、もう本当に嫌なんだよね。ティッシュでも触れない。ティッシュで蚊とかもね叩けないの。例えばさ、なんか家の中になんかあの蚊がいて壁に止まってますとかでも、ティッシュとかでも無理。ティッシュの箱ならまだいける本当に無理なんだよね、本当に無理なんですよ、本当に無理なんですよね。いや、ヤモリも触れないけどね、触れないけど、なんか強気でいけるだけ。なんかなんでいるんだよおめえみたいな、早く帰ってくれみたいなぐらいでもあったかいところにヤモリってめっちゃいるんだよねあったかいとこマジでいると思う。なんかどっかめっちゃヤモリいたんだよね。どこだっけやだ、玄関やだ沖縄いるね、ヤモリいるよね。なんかあったかいとこいるんだ、ほら、あったかいとこなんだよヤモリは。え、マジ警察呼んじゃうかも。え、呼んでいいの。え、 G 出て警察呼んでいいなら普通に呼ぶんだけど、呼んでいいやつ。ダメだよね、さすがに。え、どうしよう、もし出たら。引っ越した時バルさん抱いてないの、エリナさん。やろうと思ってたのに、気づいたらお母さんとお父さんがもうなんかマットとか全部引いちゃってて、え、やったみたいな。あの虫の雲もくもくするやつやったみたいな聞いたら、ね、そんなのやってないよみたいな言い出して、もう何してんのちょ、虫のことになったら怒っちゃうから本当に何してんのみたいなちょ、一回さ、みたいな、一回全部あののけて、あのもう買ってこようみたいな言ったけど、そんなのいいよみたいな、大丈夫だよみたいなって感じでしょ。でもよくない、もう最悪じゃないえ、玄関からは多分虫はやってこんへんと思う。へえ、ヤモリって長生きなんや。へえ
ヤモリ、あかんか、あダメなんや。え、なんか虫のさ、虫の人とかおらへんの、虫専用業者みたいな。もうあかん。辻下さん呼ぶか。タイムリーなの？え、怖い怖い怖いよ。今からでも竹夏がやばい。え、何怖い、無理、死んだ、もう無理、絶対出会うんだけど、やだ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 。え、無理、お願い、出会いたくない、本当に本当にやだ。え、どうしよう。え、もし出たらどうしよう。もし出たらどうするの。もう、ね、引っ越したいんだけど普通に。やだ、怖い。え、でもさ、なんかバルさんってさ、ダメなんでしょ、あの布団とかあったらダメだよね。ダメ？ダメなのかな。え、ちょ、みんなさ、あのメールの返信かなんかにさ、ちょ、明日さ、あの薬局で買うから、あの虫のやつ、なんか虫の対策のなんかスプレーとかさ、なんかこれやっといたらいいよみたいな書いといて、ちゃんと参考にします。え、マジで本当に引っ越す、絶対引っ越す、虫出たら。いや、どんな虫でもやだよ、どんな虫でもやだよ。ほうさんな、何それ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 。でもね、あのなんだっけ、あのそこの外のやつはあのキャップはしたの、虫が入らないみたいな。だから、え、マジみんななんかメールの返信で送っといて。え、マジ明日絶対買いに行くから。テントウムシもやだよ、やだやだやだよ。ブラックキャップって何？ G 専用？普通に炊いた、食器とかにはカバーした。普通に炊いた、え？怖い。え、でもさ、布団とかあっていいの？布団ダメだよね、ダメだよね、布団はさすがに。布団となんだ、カーペットとかダメだよね。え、お母さんね、虫平気じゃないよ。虫ダメ、どういう虫かにもよるけど、レナよりは大丈夫。フォルムかっこいいとかそういう概念ね、見れないよ。そんなの見れないよ、無理だよ。新型何それ何それ、カブトムシ系も無理だね、もう全部無理。あ、カーテン、布団とかだよね、どうしようね。だからなんか玄関とかに置いとく、玄関前とか、玄関前とベランダとかに置いとけるやつの方がいいってことだよね。置いとけるやつを買えばいいんだよね。それを教えて、みんな、それを教えてください、よろしく。ねえ、お米ある、怖い。え、それ思ってた、お米を毎回炊くためにさ、毎日さ、毎日炊かないじゃん、お金、あ。お米、え、待って待って待って、見て見て見て、出た、マーチくん、ビビった、いるんだ、裏にも、裏にもいました。待って待って、揃った、じゃーん、じゃーん、え、見て見て見て、できた。解体して捨てようと思ったら裏にいた、マーチくん、やったみー、マーチくんゲットです。いちごにした、いちごです。
お金大一択とか言ってたんだけどそう、お米炊くときにお米の袋見てなんか怖いって思う。毎回虫いないかなって思ってる。思ってます。米びつって何？なんかちっちゃいお米ジップロックいた。ジップロックです。ジップロック、ジップロックに入ってるお米、それですね。あ、唐辛子のやつ、あれ入れといた方がいいの？ジップロックだったら大丈夫かなとか思ってるんだけど、ちっちゃい隙間とかあったら虫入ってくるんだよね。無理、引っかかった。またねえ、髪質改善行ったんだけどさ、全然良くなってない気がする。良くなってる？みんな見て、見て、わかんないよね。でも劇場いた人、こないだねえ、虫って本当にさ、なんかもう絶対ないはずなのところに来るんですよね。あの人たちってなんでなんだろうね。ちょっと充電器持ってきます。え、待って、この2分でさ 2% も減ってるんだけど、おかしいですよね。私のやつって絶対変えた方がいいよね。え、シャツめっちゃ長い、見て、見えない、見えない膝怪しい美容師さんのところ、え、マジでそうなんだよね。本当にさ、なんか髪質改善ってマジで本当に変わんない、マジで変わんないから、本当に変わんない。え、なんかさ、ずっと言ってたの、兵庫でも言ってたんだけどさ、マジでなんか最初の1日とか1週間とか1ヶ月もね、よくなんない、そんな見せ方にする、やだー、ノーサービスです。いや、全然クモの巣できてて、もうどういうこと、どういうこと、もう意味わかんないんだけど、どういうこと、やだー。とりあえず角確認とりあえず角確認え、めっちゃ長い、めっちゃ長い服、寝かせつけたくなってきた。いや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 、ロング大変だよ大変だよ。マジめっちゃ続けないとダメなんだと思う。ちゃんと続けるのがめんどくさすぎて、前回から時間が空きすぎたった空きすぎちゃったんだよね。これなんか前は兵庫でやってて、で兵庫が去年の12月までだったんで、確か1月か、うん、あ、今年だ、今年の1月で4ヶ月ぐらい行ってなくて、だからそうなんですよ。そうなんですよ。編集ミュージアムリネフ昔からなのか、そうだから多分めっちゃちゃんと続けないとダメなんだと思う。虫って人間怖くないでしょ絶対。え、そう、月一だよ大体。ねえ、やだ、タイルさ一回全部外そうか迷うんだけど、今迷ってる普通に、めんどくさいしな。めっちゃ空気入るんですよ。
ロングね、ロングいいよね。レナは短くしたくなる髪の毛を。長いの嫌なんだよね。え、やばい、無理、こんな人いるような、たまに。こんなキャラいなかったっけ。こんなキャラいたよね。通所買ってーん、まかり。ね、なんでみんなロング似合わないと思われてるんですけど、絶対短いの似合わないけど似合わないけど似合わないけどでもなんかレナの友達、あ、短いの知ってる友達はなんか短いのもいい、短い派もいるし、短い派もいるし、ロング派もいます。ちょ、これさ、コアラのマーチの匂いがやばいんだけど、ちょ、ティッシュでくるんだ。こ、あ、いいじゃん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 。え、ちょっとみんなに見せたい、これ。ちょっと待って、みんなに見せるわ。あーやばい、死んだ。じゃーん。これギフトにこういうのあるよね。これの緑バージョン、あの泥棒さんが持ってるやつ泥棒のやつあるよね、これ。じゃーん、湿気ちゃいそう。置いときます、これで。何が入ってるかわかんない待って、やばい、優しいありがとう泥棒連番じゃん、泥棒友達ありがとう、それです、それそれです全然違えよ、そういうこと、それで送ってきたの全然違うだろって、あれで送ってきたんだそういうことね。待って、寝ます。ちょっと待って、今週会えるやん、楽しい、それは楽しい、仕事頑張ろうね、頑張ろうね。おやすみ。明日も頑張ってね。そうだ、みんな明日から仕事なんだよね。ごめんね、こんなにやっちゃって、配信ごめんね、ごめんね、ごめんね。え、多分ね、なんか写真載せたらダメなんだよね、多分短い時とかダメなんだと思う。泥棒連番ひどいおばあちゃん家からもらうやつ。おやすみって来た、ほら、おやすみ、ありがとう急に現実に戻すのやめて。いや、思った、レナの中ではなんか今日まで、今日から仕事だと思ってて、もう始まってる人もいると思うけど、今日まで祝日なんだよね、世間的には。だからなんかあんまり今日ぐらいから始まってるかと思ってた。あ、5月中旬にお休みなんだ、いいね。でも空いてる、空いてるじゃん、いろんなとこ行けるじゃんね。おやすみ、これで帰ってた結局12時までやるかな。え、わかんない。え、寝る、みんな、みんな寝そう。でもなんかみんなが怪我せよー、しゃーなしかっこしゃーなし。今日からだね、今日からの人も多いよね、絶対大変ですね。やだ、みんながなんかゴールデンウィークの時はさ、なんかたくさんメールとか返してくれたし、配信とかもずっと来てくれたけど、みんなが仕事始まったらやだ、相手してくれない、みんな昼間寝てるけどね、今週頑張れ。ちょっとレナもね、今週はちょっといろいろ頑張ってね、いろんなことやりたいと思います。
そう今日ね休日なんだけど祝日祝休日え休日なんだ祝日かと思ってた暑いよ気をつけてね本当にマジで本当に本当に休み明け嫌だと思うけど明日も休みなんだあいいじゃんいいじゃんたくさん寝ないい時間になったら勝手に寝てますよかったよかったよかったすいません仕事だったマジかお休みないのその分その分ないのかないや私お風呂入った今日レナ入ったよレナ入ったよ寝るかもレナ入ったよよし早く寝るおやすみありがとね今日もおやすみみんな寝るじゃんだからみんな寝るからだからさだから終わるかめっちゃ適当な曖昧な時間だけどね、夜もねもうちょっと始まったら来週とかの平日だったらもうなんかみんな荒れそうみんな寝そう夜配信寝ていいけどね全然寝るのも明日から頑張るねそれ思った職業によるよねそうなんだよね逆に平日休みの人とかもいるしね普通の時で気まぐれメール返す嬉しいよメールいつもねまだ寝なくて大丈夫あそうなの久々じゃない早く寝ないの明日もお弁当作るの頑張ってねおやすみそうです私お風呂入ったので今日余裕ですよ人生余裕久々にっていうかちゃんと毎日お風呂入ってるけどでも今日はっていうかさいつもさこの時間入ってるよねお風呂大体ねみんな寝るじゃんおやすみなさーいみんな寝るじゃんえ待って早配信終わっただからかだからみんな寝るのか昼間だよってういつものレナのあおりが好きなんだね配信するタイムいいの配信していいもう眠いっすいいのじゃあまあ言うてあと15分だしヒエラブさんまたがニャンニャンえ今やってんのまだやってるお風呂は20分とか30分2、30分ぐらいじゃない髪乾いてないそれだそれだそれだそうなんだ髪の毛だほらボサボサじゃんなんでやだやだねふ昨日の制服の上で体力使い果たしましたよかったよかったよかったお休みに体力をお休みか分かんないけど体力使ってくれてレナもねちょっと久々だったっけね制服の上久々ではないかそんななんかすぐじゃなかったから筋肉痛になっちゃった多分もう治ったけど今日の朝起きた時はちょっとだけ痛かったリズム狂うよみんな寝るじゃんみんな寝ますね今話題のお風呂キャンセル界隈お風呂キャンセル界隈ね思ったなんかなんだろうと思ってそれなんか説明してくれてる記事を上げてくれてる人がいてそういうことなんだって思いましたね話題なんだ今最後ですけどありがとう5時に起きれないかもしれないです5時にやると思ってるレナがやるかもだけど分かんないけどね分かんないあー洗濯機回すの忘れんあ回してないあもう最悪待って配信終わったら洗濯物を干そうと思ってえ待って覚えてないどっちだっけなんか回したような洗濯機の音を聞いたような聞いてないようなあユアにはやってるんだまだ返信打ってみたなえ見た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 よ見たよ何個かあったよね1個じゃないよね返信眠くないんだけどあ眠くないあじゃあ12時で
いやでも、ゆあも12時までかな。ボサレナなんだよね。顔近いよね。マネージさんにちょっと言われたから、ひよさんは顔面が近すぎますねみたいな、全然悪くはないけど顔面が近いっすねみたいな言われたから、ちょっと気をつけます。はい、気をつけます。するパワー筋肉って感じで。あね、一回終わってね、またやってたね。メール書いてたのかな、なんだろう。次の最悪名出てないですか、まだ。まだ出てないですか。いつだろうね、わかんない。6日空いたけど結構足に来ましたね。その後飲み会に疲れたのね。おもろ。最悪なんだけど。いやにどうするか、いいよ行って、行きたそうだから行っていいよ。夜中回す近所大学生から苦情。え、洗濯機っていつ回すの？夜だと思ってた。夜じゃない？夜じゃない？顔面ね、顔面近いんですよ。近いレベルの時じゃない時あるもんね。目だけみたいな、画面目だけみたいな。前次の子は教えてないし、教えてないし、いつそれ教えたの、いつ、何それ何それ、どんな話、どういうことどういうことどういうこと、私は誰、ここはどこ。圧かけるから顔面近くなるのかな。違うよ。違うよ、今でしょ。いやそれな、今でしょすぎるよね。ねえ、お前してない多分。近所に敵いないし、いないよ。朝なの洗濯物回すの。え、そうなんだ。じゃ逆にいつ乾かすんだろう。今のしてるのね。ねえ待って、ひどすぎ。何そういうひどい行為認定。やば、集中してもらっていいですか、私に集中してもらっていいですか。窓しても目立つの、さすが。何窓してもってか、私に集中してもらっていいですか。はい。集中してもらっていいですか。お昼にね、あ、朝に。え、仕事の時とかどうすんの。仕事の時は二窓できないです。なんで集中できない、二窓だったら。集中できないってことかな。庭はダメなんですね。庭はダメなんですね。別にダメとは言ってないけど。揉め事。夜中、え、マジ、え、回しちゃうんだけど普通に。夜中っていうかその朝方じゃないよ、夜に回してすぐ乾くから、すぐ終わるから、2、30分ぐらいで、でそっから夜中に乾かす、暖房で。移動シーン集中してとかどっちですか。別にどっちもいいよ。別にあっち行ってもいいよ。はい。音、夜は音がうるさい。え、マジダメなのか。ダメか。いやいや、緊張してごめんなさい。なんで緊張こっちにしてないみたいな。緊張する方が好きみたいな感じじゃん、その言い方。じゃあレナの方が好きじゃないってこと、そういうこと、そういうことだよね、そういうことだよね、そういうことだよね。生足見逃したんですが、今日見せてないよ。ここ隠してるからずっと。最近集中して何窓しかしてない。何してんの、もっと集中してもらっていい、私一人に。はい、個人的に集中してもらっていいですか。夜帰ってきてしまう。あー、だから朝に回して乾かすんだ、そういうことね。ごめん、めっちゃ揺れた。洗濯機普通にめっちゃ静か。サーモンドしてる時はレナさんが、レナが騒がしすぎてレナ音を一番静かにしてるってことで、均等になるんだ、音レナ静かにしたら。そういうことね。めっちゃおもろ。まあ決めるのがじゃない、いやそうなんだよね、
そうなんだよ、そうなんですよね。みんなが抜けてもレナわかんないし、誰が抜けたとかね。だからね、全然いいんですけど。え、上の階の人ね、もううるさくない。多分もうあれなんじゃない、大学か仕事かなんかわかんないけど、ゴールデンウィーク最終日だったからじゃない多分。ごめん、大号してた。ゲームしてるんですけど。集中してくださいというか、ゲームしてるんですけど。夜中洗濯機回される近所の大学生の気持ちになろう。いやでもマジで上からも横からも下からも洗濯機の音も掃除機の音も何にも聞こえたことないから大丈夫なんだよきっと、多分。ねえ、めんどいか。いないと思うのとかあるんだ。そうなんだ。生足も同じもガードされてるの。何そのなんか悔しい感じで言ってくんの。ガードされてる、やばい、おもろい。ね、言ってたね、サンマだな。内容聞き分けられるのすごいよ、普通に。聖徳太子じゃん。まだ開いてないから、ニコは聞いてる。あー、でもそれもほぼね、内容ちゃんと聞かないと聞き取れないから。本当に柿本愛強いの？本当に強い？本当に？男女系やるの？あ、男女から、え、でもさ、なんか一回さ、アバター入ったらあんまり消えなくない？消えんのかな？わかんないけど。うん、上の人ね、多分普通に友達来てただけだと思う。いや、苦情言わないよ。言わない。でも昨日は本当に、え、でも多分昨日は、多分上の人ね、もう絶対誰か苦情言ってると思う、レナ以外に。もうだってレナの部屋でこんな、でもレナの真上か。レナの隣の家の人とかも多分めっちゃ聞こえてると思うから、レナで聞こえてたら。だから思春期ボーイなんだ。そっか、ガードされちゃ嫌なんだよ。だから男女目立つから、男女見てないあんまり。見てるけど、そのなんか消えたとかあんまり思わない。あんま消えないもんね、男女の人って。あ、この人たちいつもいてくれてるなーって思ってます。あ、一定期間見てなかったらいなくなっちゃうんだ。え、でもなんか壇上にいる人はなんか下の段に降りたりとか、一段下にいるなって、更新された後いなくなったって思ったら一段下にいたとか、だいたいいてくれてる。ゴールデンウィークね、終わっちゃったから友達も帰ったんじゃない。え、マジで上の人やばい、本当に昨日本当にやばかった。え、待って、あと5分。え、無理。え、こういう終わり方したら朝配信あるって思われるんだよね。で、朝になんかコメント欄で昨日の終わり方でなんかかきれな5時配信すると思ってたよとかなんか言われて、なんか悔しい気持ちになるから。なるから、別に終わり方はまあさっぱりとね、いきたいと思います。はい、ユアが一番しっかり人の話聞いてくれるので。そんなことないよ、もう俺の人の話が聞かないから。ダメ、そんなのダメです。嘘です、それは違います。まあ、みんなね、みんな同期はね、ちゃんと話聞いてくれて、アドバイスもしてくれるし、話聞いてくれるし、話してくれるしって感じです。そう、なんか言われるんだよね、朝配信の時に。分かってたよみたいな。いや別に分かってないでしょ、なんで。ってなるんですよね。あ、男女いたら愛強めなんだ。ただこねるの。いや別に見抜かれてるっていうか、いや違う、悔しいとかじゃなくて、何それ、なんか悔しい気持ちとかは別にないけど、あんまり。ないけど、なんかちょっとなんか嫌だなって、違うのにみたいな、全然違うのになみたいな。塩ポン酢みたいに終わるよ今日は、だから。そうそういう感じで終わる。塩ポン酢で終わりたいと思います。え、マジレナ人の話聞かないから大丈夫だよ、全然聞かない。何が大丈夫って感じだけど。おっつーん、お疲れ様です。
にゃんにゃんが同じ人か分かり合える。あーそうね、なんかヨウとはなんかいろいろ分かり合えることが多くて、この間レナが泣いて配信した時もなんか LINE でなんか心配してくれて二人で分かち合いました。もうなんかヨウから LINE 来た瞬間本当にめっちゃ泣いちゃって、やべ死んだって思った。泣かされました。はい、私も泣かされました。ユアに泣かしてばっかじゃないですね私は。うん、10時の頃より寂しさ本当にない。もう10時の頃は本当にマジでなんか10時とかさ絶対みんながさ起きてるじゃん。寝てる、寝ちゃってる人もいると思うけど、朝早くて寝る人もいると思うんだけど、なんかみんなが起きてるの分かってるのになんかお休みって言って終わらないとダメだし、なんかみんな絶対起きてるのにずっとなんかレナのことを全然インポストしてくれないし、なんか子供って感じだったけど、今もう11時50分って感じだから、はい、幸せですね幸せですね。でもこれ以上なんか話せないじゃん12時だから。だからそこが嫌なところ、結局終わらないとダメっていう、時間は伸びても時間は伸びても結局は終わらないとダメだから嫌だっていう感じ。みんなねなんか10時とかで終わった時とかはなんか5分に1回ぐらい12時までじあのみんなが寝るまで、あのみんなが寝るまでなんかあのたくさんポストしてくれるかなーって思ってるのに、なんか毎回みんなねなんかはいおやすみーみたいな、10時10分とかになんか絶対寝ないのになんかみんなおやすみーみたいな、夜の配信ありがとうハッシュタグかきもとれなみたいな、えまだ寝ないんだけどみたいな、しかもまだみんなも寝ないよねとか思ってさ、おやすみっていうの早いんだよって内心思ってました内心思ってたけど、まあ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 そんなことは思ってないですよ。それは子供だったから思ってただけで、今は何も思わないよ全然ね今はねはい、ね、いやめんない。昔はねそのなんか10時とかで、ね、配信が終わってた子供時代は、その子供時代はそれちょっと思ってたけど今は全然ね、そんなね子供じゃないので私も私は成長したので、はい、だからね印象アップ、印象ってかもういいや本当にね、もう最高な女だから、はい、ぜひみんな会いに行ってください本当にねこの子の配信忙しい、そうなんだよね、順次は、ね、見れるからな他の子は。だからなんか嫌だなって、もう59分じゃん、やだこういうのも嫌なんだよね、もう時間に迫られるのとか嫌でねえ、やだ、もうなんか迫られるのが嫌なんですよ私は。だからありがとう、だからおやすみおやすみだからおやすみだからおやすみおやすみねえやだみんな寝ないじゃんおやすみ、元気のリハーシありがとう、配信ありがとう、こちらこそおやぶりメール返信書に見とくね、おやすみバイバーイ、おやすみ、あ今日メールなんかあの内容薄くてごめん、おつにちさようなら、おやすみおやすみ、楽しみここに機会休んでね、ありがとう、配信うれしさ寝ますねちゃんと、またそっちわかんないけど寝るわ、寝てください、また後でバイバーイ。さすがにねちょっと今日はね寝るよね、さすがに。おつみーたーん、おやおやすみおやすみ、またね機会休んでいや変わってるもんですんだから、じゃあねみんなおやすみ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 、なんかするじゃん、バイバーイ、おやすみみんな。